2015年ヤクルト優勝監督、真中満さん。ある事件以降、監督人生が急転したのをご存知でしょうか。それは2015年のドラフト会議、明大高山選手を1位指名し、阪神と競合。結果は真中さんが当たりを引きガッツポーズ。しかし数分後、交渉権は阪神へ。それは真中さんがロゴマークのみが印字された紙を、当たりと勘違いしたのが原因である。勘違いした真中さんは、ガッツポーズを返してください、とコメントしたのに対し、阪神金本さんは、ガッツポーズを返してほしいって言ってましたが、こっちが返してほしいと、ガッツポーズを取られた金本さんの方がかわいそうである。その後の日本シリーズではソフトバンクに1勝4敗で敗退し、翌年は故障者続出で5位、翌々年は球団史上最多の96敗、勝率は3割1分9厘。今では僕の得意なドラフト、などと自虐ネタをかまし、ドラフトの時期はテレビで大活躍である。